としたドクターなら基本的には起こり得ないっていうこと。痛みをきっちり取ろうとなるとやっぱ麻薬を使う。それで痛みを取りつつも意識がない状態にして、本人意識ないまま手術が終了するっていうね。後頭浮腫っていうのは調べれば分かるんですけども、本当に急激に起こって急激に命が危険にさらされるっていうものですんでね。後頭浮腫っていうのが一番怖いんですね。このチャンネルではお顔の若返りの悩みを中心に美容医療の様々な悩みを解決する、そういう情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。こんにちは、コスメディカルクリニックシンシア総院長の又吉秀樹です。今回の動画ではですね、ハーブクリニックっていうクリニックがね、顔の死亡吸引で死亡事故を起こしたというんでね、それに対していろいろなクリニックがね、原因と対策についてね考察してる、そういう動画をね、上げてましたけれども、シンシアもね出したんですけれども、その中で顔の死亡吸引は全身麻酔でやった方がいいっていうね、そういう議論もありましたので、顔の死亡吸引どういう麻酔が適切なのか、これについて又吉なりのね考えをお伝えしていこうと思います。是非最後までご覧ください。美容外科の手術を行うにあたって麻酔っていうのはどんなものか。麻酔っていうのはそもそもですね、患者様が手術を行う時に苦痛をできるだけ感じなくするっていうね、そういうものです。だからまず苦痛のうちの一つは痛みですんで、痛みを取るっていうね、そういう話になるんですよ。そうすると痛みを取るのに最も使われるものは局所麻酔。これは手術を行う部分に対して浸潤させていくことによってですね、そこの部分の痛みをなくしてしまうっていうね。歯医者さんの麻酔とかでビーってここに注射するとですね、もう歯削っても痛くないよみたいなね、そういう感じのものです。局所麻酔ですね。これはほぼほぼどんな場合においてもほぼほぼ使うっていうね。それの中にはちょっとこれいいって書いてありますけれども、出血を少なくするような工夫もされてるっていうね。これが痛みを一番取ってくれるっていうものではあります。ただしですね、これで痛みを取りきれないっていうのはよくあることで、それをどうにかするのにですね、例えばですけれども、いろんなね薬、点滴で入れるような話になる。例えばドルミカムって言って眠くなるようなね薬、飲み薬の睡眠薬に似てるような感じです。あとはですね、蘇生ゴンって言って古い麻薬、麻薬にちょっと似た成分、中枢性に痛みをね少しぼんやりさせてしまうような薬。あとはロピオンつって座薬の熱を冷ますようなね薬ありますよ。それの点滴バージョンみたいなのを 100cc ぐらいにねポンと入れてポンと落とすと、ちょっとふわっとしてね痛みが緩和するぐらいでしょうかね。これが世の中でいうね静脈麻酔の大半かなと思います。顔の死亡吸引だとこれくらいでやってるクリニックが多いかなと思います。シンシアの場合は目の手術もそうですし、顔の死亡吸引もそうですけれども、大体の場合においてこういう薬を使っています。局所麻酔はもちろん手術をねやる部分で使うんですけれども、その他痛みを取りつつも寝てもらうっていうね、そういう作用のある薬を使っていくことになります。これはもうただのね生理食塩水ですけど、プロポフォールって言って流し続けると意識がガーッと眠くなってしまうタイプ。痛みを取る力はないですけれども、もう起きているっていうだけで苦痛なのでね、手術中はそれを寝てもらうっていう苦痛の取り方をする、そういう薬です。あとは座薬みたいなロピオンっていう薬とか、あとはここにねドルミカムっていうふうにさっきね言った、ちょっとラベル向こう向いちゃってますけれども、眠くなるような薬。そしてさっきね蘇生後って類麻薬みたいな、麻薬みたいなじゃなくてもうズバリ麻薬を使ったり、痛みをきっちり取ろうとなるとやっぱ麻薬を使うってね、こういうのは麻酔用の麻薬っていう形になるんで、別にそれで中毒になるわけでもありませんし、安全性の高い薬。それで痛みを取りつつも意識がない状態にして、もうリラックスとかそんなレベルを超えてですね、本人意識ないまま手術が終了するっていうね、そういうやり方になってます。これをですね工夫していくと、もう心臓外科の手術もできるみたいなね、 NLA麻酔ってね行ったりすることもある、そういうタイプの麻酔法になります。その他にねちょっと痛みを取る正気っていうのを組み合わせたりすることで少しぼんやりするようなガスをかけながら、痛み止め効果も正気ガスにはあるのでそれをやりながら、点滴の方でもちょっとちょろい麻酔ですね、点滴麻酔ってね新車で呼んでますけど、類麻薬を使ったちょっと痛みを取るようなものをブレンドしながら行うっていうね、そういうクリニックがね一番多いかなと思います。寝かす技術がないクリニックがほとんどなのでというね、だから途中で起きちゃうとかいうのは大体そんな感じ。この前のね死亡事故に際して死亡吸引は全身麻酔じゃないとダメだよっていう風にね言ってたクリニックがあるんですけれども、麻酔科の専門医がいてまあいいことではありますけれどもね、じゃあ全身麻酔って何っていう話になるんですけれどもね、全身麻酔っていうのは基本的に自分で呼吸をすることまでやめさせてしまうっていうね、それを達成するために必要なことっていうのは、喉ここに気管ってありますけど、そこの気管チューブっていうのをこういうね喉頭鏡なんて言ったりするんですけど、これを口の中にガボって入れてですねガーってやると、見えるんで、気管の入り口が喉頭っていうんですけどね、そこにスッと入れてあげるとですね、自分で息が完全になくなってもですね、痛みも感じない、意識もないような状態になっても麻酔科の先生がいて管理できるっていうね、これがまあ基本的ないわゆる競技の全身麻酔っていうかね、これを使うことになる。でこれのちょっとライト版がアリンギアルマスクなんて言ったりするんですけど、私が使うのはこのアイジェルっていうタイプですけれどもね、めったに使うことはありませんけれども、これは気管内挿管ではないんですけども、ただもう物も見えてガボって入れるとですね勝手にいいとこにはまるっていう、すっごい便利なねよくできた医療機器なんですけれども、これで全身麻酔をね達成することも可能というね、こんな感じ。いずれにしろですね、麻酔科がいる全身麻酔って言ったら挿管するよっていうね、そういう話になります。ちょっと余談なんですけども、これをですね顔の脂肪吸引使おうとなると、これはねちょっと無理な話になります。なんでかっていうとですね、ラリンギアルマスク入れるとこの辺ガボって膨らんじゃうんですよね、そうするとですね見た目が変わってしまいますんで、脂肪吸引して脂肪吸引って最後どうなってんのかっていうのを見なきゃいけないんですけど、ここが膨らんだらどうなってるか分かりません、そういう意味ではラリンギアルマスクっていうのによる全身麻酔っていうのは顔の脂肪吸引の選択肢から外れるんだっていうね、そういう話になります。あとはもっと言えばですね、口からの挿管は顔の脂肪吸引には向いてません。なんでかっていうとですね、顔をこうやっていろいろ動かしながら吸っていくもんですからね、こうやったりこうやったり途中どんどん動かすわけですから、口も開いてるのと口が閉じてるのじゃまたちょっと違いますので、鼻からの挿管ならいいかなとも思うんですけど、からの相関するっていう話はもうおっしゃってなかったので、どうしてんのかなとかちょっと疑問も残りながらね、顔の脂肪吸引するのに本当に全身麻酔が必要なのかな、全身麻酔を本当に外来でやっていいな、相関するいわゆる競技の全身麻酔を外来手術、クリニックで行う日帰り手術でやっていいのかなっていうね、これでですね、私麻酔も長いことでかけてますけれども、気管内挿管はしませんけど、特に今また困ったことないんですけれども、実際のところどうなんてやっぱりね麻酔科の専門医の先生に聞くと、今こういう事件があっていろんなクリニックがいろんな考えでいろんなこと喋ってると、やっぱ全身麻酔が必要だっつってね、外来の手術で、その日のうちに帰っちゃうのに挿管していいのか、そうして聞いたんです。そしたらですね、これ意見分かれるんですよね。あるドクターは全然平気だよ。後頭浮腫っていうのが一番怖いのはですね、後頭浮腫のリスクはゼロじゃないから、デカドロンとかねステロイドの注射を先にしておくと後頭浮腫のリスクなんてほとんどないから、日帰りでやっちゃうよってね、そういう話も出れば、後頭浮腫ってねこの気管の入り口あたりなんですけど、言ったらもう正門の近くですよ、この辺りでしょうかね、この辺りがもう腫れたら救命できない可能性があるから、もうそれは怖いから、僕はそういうことをさせられるクリニックにはパートにも絶対行きませんっていうね、そういうドクターもいらっしゃるという。どっちを信じるかっていう話になるんですけれども、はっきり言ってしまえば死亡事故を起こしたクリニックだってうまいドクターだったらならないとか、広頚筋の下をつつき回したからなったんじゃないかとか、そもそもそこを数期でやってたんじゃないかとか、いろんな議論ありましたけれども。もね、ちゃんとしたドクターなら基本的には起こりえないっていうこと。気管内挿管もうまいドクターだったら、まあ、声帯とかね、喉とかつつき回さずにダメージがほとんどない状態でうまく挿管できるかもしれないけど、患者様がね挿管する時にちょっと動いて喉つついちゃったとか、そういうことだって起こりうるわけですね。これは麻酔技術にもよってしまうっていうね、まあ、どちらにしろ出血にしろ後頭腐臭にしろ、かえって急激に起こって急激にね命のリスクにさらされるようなことに関してはね、私はちょっとやんない方がいいんじゃないかなと正直思ってるところではあります。喉のね、まあ、挿管したりしたらここの部分も多少変わりますし、そもそもそこまで痛い手術でもないし、私も昔大手にいましたから、大手にいた頃なんか局所麻酔だけでやっててね、痛いの我慢してくださいねなんて言いながら麻酔かけてた記憶もありますんで、そういう意味ではですね、全身麻酔まではいらないだろうっていうね、そういうのが又吉の考え方です。あとはやっぱり又吉的には急激に起こることで危ないことはしたくないというね、それはもう麻酔、全身麻酔、挿管による、後頭腐臭ですね。後頭腐臭っていうのは調べればわかるんですけども、本当に急激に起こって急激に命が危険にさらされるっていうものですのでね、これに関しては避けたいなっていうね、紳士側ですね、挿管を行う全身麻酔は行う。これからも入院をさせない患者様においてはこういうのを使って全身麻酔することはないだろうっていうふうにね、ここで申し上げておこうかなと思います。今回の動画では顔の脂肪吸引のリスクを減らすためにどんな麻酔が一番ふさわしいのかっていうことに関する又吉の考えをお伝えするという、そういう内容でした。今回の動画も面白かったな、ちょっと役に立った気がするなとか、これからの動画も見ていきたいななんて思ってくださった方は是非いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。